本動画は絶賛公開中のディズニー&ピクサー最新作、インサイドヘッド2の本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。個人的に1より2の方が好きかも。目がヒットする理由はわかる。泣いたもん。面白かったけど日本人には受けなさそうなのは納得。ライリーが気持ちの悪い生物に操られてるだけのロボットにしか見えなかった。ライリーは普通に可愛いからライリー完全主人公にしてほしかったわ。タベちゃんの吹き替え、歴代芸能人が吹き替えしたピクサー作品でも1位2位ぐらいなんじゃないかと思うぐらい上手かった。心配吹き替えのタベミカコはビビるほど上手いね。ググってタベちゃんの声を聞いてきたけど、言われなきゃわからないし滑舌もよく上手いね。あと喜びもちゃんと善人に寄せた演技ですげえよかった。喜び竹内優子さんじゃないのは、残念だけど、小清水亜美さんが何の違和感もなく公認を務めてて声優さんってほんとすごいと思った。小清水亜美も良い感じにコピーできてたけど、あの外面だけ取り繕ったできる女の生々しさは竹内優子の方がうまく出せてたと思う。今回の芸能人枠は二人とも全くわからんかった。マジカルラブリー村上はセリフ少なかったけどそれでもわかるくらいうまかったね。ライリーの吹き替えは新しい人だったけど上手だったな。ソウルフルワールドのコニーと同じらしい。ディズニーの吹き替えってみんな上手くなるよね。不思議。ディズニーは吹き替え声優でもアメリカ本社から演技指導が来るそうだから総じてレベルが高い。声質もなるべく言語版に似てる人をオーディションしてる。アニメをよく見るから花澤香菜さんも坂本真綾さんも知ってるけど、初めて聞く声でプロの声優さんの演技の幅に感心。川を下るシーンでライリーの嫌いな食べ物吹き替えではピーマンだったのににはブロッコリーのままなのが残念だった。ピーマンだと乗りづらいからかな？最初からブロッコリーでよかったのにね。可愛さよりそばかすとか歯の矯正とか年相応なデザインに落とし込みました。って話だけど普通に可愛いよねライリー。でも一番好きなのはぽっちゃり君の友人だった。歯の矯正は子供キャラの記号として割と見るけど顎にニキビはかなり攻めてる気がする。ライリーにニキビつけようぜって言い始めたやつは間違いなくロリコン。日本人女性のデザインリーダーだよ。ニキビとか歯の矯正してるのを考えたのは監督のケルシーマンだぞ。それをちゃんとライリーとわかるように落とし込んだ村山さんもすごい。ライリー割と演者気質だよね。他んこのシーンが一番笑ったわ。教育番組の豚ウサギとかポーチとか笑。あのウサギが観客に語りかけて一人で進行してるところおもろかった。ポーチー。ドラえもんのポケットポジションが自立して動けるとこうなるんだな。あいつ相方の豚が本体じゃないんだ。ポーチが便利すぎてつけてた裸ウサギはなかったことになるんだよね。ひどくない？ポーチだっけ？子供向けキャラなのにダイナマイト大量に隠し持ってるの闇を感じたわ。花江夏樹だったことにびっくりした。子供もポーチ墨次郎ってびっくりしてた。竹内くんはさ、山ちゃんのポジション狙ってる人？見てくれよこのピエーから引き継いだオラフ。また山ちゃんからライバル視されるのか。あのウサギ竹内俊介だったのか。言われてみたらオラフに声が似てるかも。いいよね歴代イケメン像。あれランスのとこにだけ足場組まれてるのは最近できたのかそれとも壊されそうなのか。ねえこれキングダムハーツの蔵。中村雄一のデザイン決まるまでの経緯が面白いからインタビューもおすすめだよ。なんだよあの技。日本人デザイナーがリーダーだったとはいえ多国籍なオフィスで女の子が惚れそうなデザインの男作った結果、ジャパン RPG 風にまとまるの面白いな。てっきり向こうはヤサ男が大剣持つよりマッチョがハンマー持ってる方が好きなもんだとばかり。FF7 の海外人気えげつないからな。PS3 とか笑いやくらいのポリゴンの荒さ再現するのうまいな。クラウドもどきだけ CG の質感が P シーズン3とか S 笑いっち風なのゲー細すぎた。あと扉の端に引っかかってなかなか出れないシーンで笑いこらえるの大変だったよ。なんで脳内で細かいゲームあるあるネタやってんだこいつ。移動。引っかかる。左右に動く。ジャンプ。そういう細かいところがおもろかったよな。あのジャギジャギのポリゴン映画で見るとより際立つからすげえ面白い。俺はこれを見てからシュガーラッシュの続編が出ないかと期待をするようになった。こういうのが見たいねん。2D イラストと最先端 3DCG?ジャギジャギ CG の共闘シーンは感動したわ。クソはざすぎて本当すぎ転がる攻撃。マンマスマブラのサムスでわろたわわら。思いっきりスマブラだしクラウドプラスサムスなのかな。でもあれで技もかっこよかったらライリーは堂々とあいつのファンなのってギークガール一直線だったよ。
あのゲームキャラの必殺技がかっこよかったら危なかった。技がダサいおかげで友達にこのキャラ好きと言えず封印することになったし。ムカムカがランスにベタボレなのはゲームで使ってる時に一番出る感情だからっていう考察クソアロタ。表情から分析するに嘘をついているわ。表情から分析するに嘘をついているのがバレたわ。のところ好き。ライリー以外の脳内が出てきるシーン大体面白いんだよな。頭の中の見せ方そのものがもう面白いからもっとまずい状態になってる人間の場合も見てみたい。よく言えば高校の人たちの感情も見せて欲しかった。年上のお姉さんたちからいじられまくるのいいよね。後輩が好きなバンドをあんな風にけなすなんて嫌な先輩たちだな。まああの人たちも背伸びしてるガキなのかもしれないけど、まだ高校生だから。高校生なんてそんなもんだろ。20歳過ぎとかになって久々に曲聴いてハマったりする人も多いし。悪意があるようで特に悪意とかなく後輩をちょっとからかってただけで基本善人であることがエンディングでわかるのいいよね。理解してから振り返ると終始ライリーが一人でパニクってるだけだったのもしはるきらしくて好き。憧れの先輩が実はお酒やタバコをやってた。みたいな展開かと思ってドキドキしたけど普通にいい人だった。バル先輩は人をからかったりすることもなくいい人だったね。才能もあるけど努力もしてて人を引きつけるカリスマもある。最初ミシガンって間違えて呼ばれても訂正できなかったけど、終盤でミネソタって呼ばれてたから、ミシガンじゃなくてミネソタです。ってちゃんと言えたんだ。ってライリーの成長を感じた。友達二人がなんで別の高校に行くのか、二人は相談済みでなんでライリーにだけ黙ってたのかの説明がなかったから、そこはちょっとモヤモヤした。ずっと一緒にアイスホッケーしてて優勝して、強豪校のコーチに合宿に誘われた時には3人で喜んでってそやみなんなでその高校目指すって思うくない？合宿初日に、実は。って打ち明けられても、もろもろ含めてショックだよ。友達2人は思い出作り程度のモチベかもしれないけど、チームに本気で入りたいライリーとは真剣さが違うしさ。ライリーには言いづらかったのもわかるけど。全部ひっくるめて青春って感じで眩しくて、結局は感動してポロポロ泣いちゃったけどね笑い。アメリカは高校までが義務教育なので、二人は学区内の公立校に行くんじゃないかなと思った。アイスホッケーの学校は多分学区も違うし、私立のボーディングスクールってやつだよね。寮付きの学費高いとこ、そうなると家庭の事情で仕方なくってこともあるだろうから、言い出しにくかったんじゃないかな。あの年齢は進路とかのデリケートな話は仲がいいほど話しづらいよな。コミュニケーションの取り方一つで裏切られた気持ちになって孤独だと思い込んだりとかの危うさをごまかさずに描くことで終盤のシーンがとてもいいカタルシスになってたな。頭の中の話だからずれちゃうんだけどもう少し友人二人と本音で語るパート欲しかったな。割と雑なパパの脳内会議。ちょっと顔出したらすぐ引っ込む心配。大人の中ではたまに顔出す程度の心配。今こそあらかじめ用意しておいた話をするんだ。あなたの変化は芋虫がさなぎになって蝶になるようなもので。全然刺さらない。あるあるすぎる。子供の説得難しいよね。相変わらず頼もしい母ちゃんとちょっとすっとぼけた親父さんでダメだった。お猿の真似はそろそろやめないと本当に嫌われるよ。でもライリーの脳内にはおふざけの島が今でも絶賛稼働中だし。家族の島が小さくシンプルになって、友情の島が大きく賑やかになってるのリアルだなぁと思った。男子中学生が主人公だったらとてもお見せできる脳内でなかった。パネルが女の子警報で埋まってしまう。初っ端からライリーに嫌な思い出なんて必要ないよね。わおいおいおいって気持ちになった。ここでなんとなく後半の展開は予想つくんだけどそれでも刺さる刺さった。まあ世界でヒットしたのもわかるわ。ってぐらい綺麗にまとまってるわだった。欲を言えばもっと自分を追い込んでパニックになるライリーをじっくり見たかったよ。あれ以上追い込んだらホッケーやめちゃうよ。私はいい子。で仕上がりが不安でしかなかったからラストああなって安心した。私は、全然ダメ。ってなった時に、ライリー全然ダメじゃないよ涙。って胸がキューってなった。いい子すぎて。私はいい人。って言語ではなんて言ってる？ I'm good person と言っていたと思う。ヒアリングにあまり自信はないのでもしも間違えていたらすまそ。日本語だと違和感あるけどポジティブとネガティブの葛藤だったのか。俺は感情がないからあんまり共感できなかったな。いいから早くおふざけの島を作り直せ。どっちかつうと前作よりレッサーパンダの隣に並べたい映画だった。ライリーはエグい性癖なくてよかったね。
近年のピクサー映画だとレッサーパンダがダントツ1位だったのにスレが見てどっちを1位に置くか悩み始めてる。すげえ面白かったけどこれが世界的に大ヒットするならレッサーパンダももっと評価されてほしい。レッサーパンダはコロナが全部悪いよ。コロナもそうだけどポリコレ黎明期に典型的なメガネかけたアジア人主人公出したのがタイミング悪かった。蓋を開けたら今までのピクサー満載の傑作だったけど。レッサーパンダもインサイドヘッドにも思春期やらかし描写が上手すぎて共感性周知で死にかけた。レッサーパンダのやらかし描写は配信で見たから耐えたが劇場だったらそっと押してたかもしれん。ピクサーはガキの頃の失敗談を描かせると異常なくらい刺さるとこ書くよな。誰も悪くないのに自分が若さで突っ走って大やけどなんて世界中どこ探しても経験あるからな。準備万端何だってやれるの思春期特有の万能感がね。結果が目に見えていて高校でぼっちになりたくない、ホッケーで優秀な成績を残さないといけない、試合で3点取らないといけないって焦りでどんどん視野が狭くなってくのいいよね。あるあるすぎる。マジで感情コントロールできないタイプの人間は見ると参考になる映画だった。心配が暴走しライリーが耐えられず過呼吸状態になるシーンは思春期でないが、職場の人間関係に悩む中年の私にも突き刺さるものであった。感情が人を作るのではない。感情に振り回されず自分を顧みよう。そう思える希望に満ちた映画であった。大人になるってそういうことなんだろうね。でも感情が強い時は一を思い出して感情を受け入れて認めてあげたいね。心配が指令室で高速回転している時、じわっと涙を浮かべているシーンで泣いてしまったよ。私も心配なことがありすぎる時、わけわからなくなって泣けてくることがあるから心配に共感しちゃったよ。心配の最後の、ライリー大好き、ってつぶやきがなんかぶっときた。心配もライリーのために動いてたんだよね。ちょっと暴走しちゃうところもみんなライリーが大好きゆえになんだよなぁと。序盤はこいつが今作のヴィランなんだな、と決めつけて見てたんだけど、終盤のパニックで泣きそうになってる心配見て全員ライリーの感情なんだから悪人なわけないよね。ってしんみり泣いてしまった。心配は必要だけど普段はマッサージチェアに座ってリラックスしてねって塩梅好きだな。心配を椅子に座らせて今を見ようねっていうところが良かった。心配してる時って未来のあれこれを不安に思って今を感じられてないんだよね。マインドフルネスの大切さが書かれてた。あの場でスペイン語のテストあることに心配できてたの心配だけなんだからマジで重要なんだよな。心配の気持ちがとてもわかる。でも普段はリラックスしてるくらいが人間ちょうどいいよな。両親の頭の中の心配との関わり方が、大人になるってこういうことかと最後の最後まで一ネタがあって爪がすごいなと。構成がよくできてるなぁと思いました。お母さんが心配に久しぶりって言ったところで泣いてしまった。数年間は心配せず娘を信じていられてたんだね。この映画見てからトラブル起きても、俺の心配、一旦リラックスしといて、と落ち着いて動けるようになったから下手なカウンセリングよりも効果ある映画だなって思ったよ。この子といた方がいいよと判断する心配を見てクラスにいたスネオタイプ、キョロミツルってこんな感じだったのかなと思った。想起して少し暗い気持ちになった。大人感情も計画性を身につける憧れや目標を立てる社会性を身につける適度にストレスを解消させると必要な感情ばかりだからね。今回はテンパってただけでエンディングみたいにうまくコントロールできれば心強い。先を予測して対策立てる担当だからマジ優秀なんだけど考えが止まらなすぎてどんどんパニックになるのはすげえわかる。ってなった。デザイン怖いと思ってたのに気がつくとぬいぐるみ欲しくなってたよ。最後まで見てよかったと思ったけど途中がとにかく辛かった。子供も途中で逃げ出したくなるって言ってた。人間の感情に焦点を当ててるから余計にそう思ったのかな。失敗、黒歴史、負の側面など含めてありのままの自分になって最後はいい笑顔になったのは本当に素敵だと思ったんだけどね。この映画のおかげで多少予期せぬことが起きても自分の中の心配ちょっと横になって落ち着いてね。できるようになったからすげえよ。心配の命令で、悪い、想像を描くスタジオで最終的に、仕事はとどめだ、と投げ出すシーンあったけど、偶然なのか意図的なのかわからんがハリウッドのストライキ騒動も暗喩に入れてるのかなと思っていたわ。すごく良かった。もともと1も面白いことを考えつくなと好きだったんだけど、2は私の中で1を超えた。もう一度見に行きたい。みんな見せ場あって良かったよね。恥ずかしが何気に MVP な気がする。セリフは少ないけど悲しみを隠したりとか結構重要な動きしてたな。
恥ずかしがあまりにチンポだけど女子の頭の中でもあんなにチンポでいいんだろうか。普通に恥ずかしがり屋だろ。ちゃんと新感情が役立つシーンも入るのがいいよね。ダリーが適度に動いてくれないと人間ストレスでぶっ壊れるんだな。いつもだらけてるダリーも自分らしさの花を取るときはすぐ駆け寄ってくるのがすごいグッときた。ダリーがリモコンなくしたときにめちゃくちゃ焦るの。スマホなくしたときの自分みたいで笑う。リモコンっていうかあれもろスマホでしょ。ダリーはなぜフランス人？英語名のアンニョイがフランス語由来だからじゃね。ダリーの吹き替え版が坂本真綾でよかったです。ついでに言うとディズニースピードストームっていう無料のディズニー版マリオカートみたいなゲームがあるんだけど、今なら気だるくて可愛いダリーがレーサーとして獲得できるから気になる。はぜひやってほしい。レースゲームとして面白いのはもちろんだけど、なんかエロいレーサー服のキャラが多くて私の頭の中のムラムラが元気になった。今度はセクシーレーサー服のライリー実装してください。レースクイーンのライリー、お前のインサイドヘッドはムラムラ一択のようだ。俺の中は怒りが死体で動いてると思う。こいつレーサー姿に合うな。ハンドル握ったら性格表現しそう。イーナーはもっと暴走したらヤバいことになると思う。物欲に承認欲求にと。ライリーに聞くとくやらせる話でも作るかと思ったけど、今度の短編シリーズは2より前の時間軸なのね。イーナーの言語版が NB で怖ってなった。戦争とか妬みなのか。なので当初デザインに難航した。結果的に憧れから目キラキラのナイスデザインになったよ。懐かし。あと50年くらい待ってて。懐かしが最後活躍するのかと思った。特になかった。ライリーまだあのガム CM 引きずっててダメだった。ガム CM はライリーおばあちゃん編作っても出てくるんじゃねえか。切れてない時の怒りがあざとかった。今回の怒りいいよね。悲しみ可愛かった。2ではちょっと頼もしくなってた。1ではイライラしたけど。ワンでは喜びも押し付けがましくてイライラしたけど、悲しみに共感できるようになってたよね。見ながらエリーと共に成長してる感じだった。リーダーになると支配的感覚が生まれるのかね。ワンでも言葉にはしないけどかなりイラついてたような喜び。喜びが正しいかって言っと必ずしもそうでもないバランスがいいよね。間違えることはみんな知っているけど、それでも頼る関係性いいよね。喜び何回ぐらい心折られてた？司令部に戻るタイプが崩れて、絶望した喜びが減っていくことが成長なのではないかと話すシーンが泣けた。確かに成長すれば、いろんな感情が混ざった複雑な感情ばかりで、単純に喜べることは減っていくかもしれない。最後にライリーが喜びを呼んでる？求めている？シーンで本当に泣けた。私もそこでポロポロ泣いてしまいました。大人になるといろいろ考えてしまうけど、素直に喜ぶことも大切ですよね。喜び何回ぐらい心折られてた？大人になっていくと喜びが減っていくのは間違いないと思われる。今回の喜びは老けてるみたいな表情してるシーン多かった。目がマジになってる。一の正直な感想をぶっちゃける喜びに笑う。ライリーを作るのは私たちじゃない、って自分の間違いに気づいた喜びいいよね。前作の資料本か何かで感情がライリーをコントロールしてるのではなく、ライリーに影響を受けて感情が動いてるって設定が好きで印象に残ってる。喜びが一作目で悲しみを追いやってたのも、ライリーが親や友人の前で泣いたりするのはいけないことだって思い込んでたからだし。今回のセカオアの主題歌は書き下ろしたじゃないかってくらい作品に合ってたな。プレゼントを劇場の大音響で聴けて幸せ。急に人格の花とか新システム生えてきて、それでストーリー回すのはちょっと気になったけど、おおむね良かった。ライリーは民族音楽研究家に謎の執着してるのなんなんだよ。前作の時点で年齢重ねるごとに拠点アップデートされてたから、俺は受け入れられたな。どちらかといえば今の年齢でもう懐かしいの方が驚いた。貧乏がいないになんてって思ってたけど良かったわ。また見る機会があれば喜びの進出をよく見るんだ。今のままでも主役級のキャラがゴロゴロいるから、そいつら中心の短編とか見てみたいな。続編がまだまだできそうな話だなと思った。続編やるとしたらライリーが大人になるまでの3で完結かな。高校編大学編親にみたいな感じで続けられるよね。トイストーリーかな。色恋を知るギリギリ手前あたりなのが良かった。彼氏くんの脳内も一緒にやったらだいぶ良質なラブコメになるはずだ。イーナーと恥ずかしと悲しみがメインのライリー初恋編とか。喜びと心配が周りで狂気乱舞してそう。人生の中で失敗とか成長とかいろいろあるし、なんぼでも続編作れそうな作品だよな。インサイドヘッド。
ライリーの人生的に次は愛情で丸々作れるからな。ついでのようにパパとママの愛情が出てくる。幻滅したタイミングで挟み込まれるブラジル人パイロット。前作に続いて人の考え方の仕組みとか子供にもわかりやすく表現してるところとか本当よくできてるなと思うわ。ただ、前作は引っ越しからのふるさとへの寂しさ、今作は友人との方向性の違いとデジャブ感はどうしても感じてはしまったが、結局ホッケーの部活に入れたかどうか曖昧のまま終わったけど、そこは観客が自由に考えていいものなのかな。あの表情からしてクラブには入れたと思うよ。でもライリーたとえアイスホッケーができなくなってもライリーは自分らしさを見失わないだろうね。